県魚沼市の須原スキー場で2021年スノーカーニバルと行われているそうです。俺も最初にスキー場連れて回ったのがここの須原スキー場、緩やかなんで親戚と一緒に。その中で打ち上げ花火がただ2線の通過時刻に合わせて打ち上げられるそうです。須原スキー場のナイターが見えるの。雲がちょっと、ね、しばらくここ数日晴れてて、まあ、今も雨で雪が降ってきました。列車の中から花火を見るために入広瀬駅に向かっています。3月半ばですからね、早いもんです。中は暗いね。暗くて怖いです。照明が欲しいよ。あ、来た。誰もいない。
た。来たけど。こう天気がもっと良ければな。あ、光った。バイバイ。
最後を渡ります。首都お金の通りですと今日は通常環境よりも大体の規定でございます。地元市民市民クラブ地元市民バスクラブ負けるな、地域を元気にしようとの願いを込めた松明格好です。滑っているのは、スハラスキー学校、スモンスキークラブ、スハラレーシングチームの皆さんだよ。
須原スキー場の皆さん、ありがとうございました。来たけど、駐車場に降りてきたけど、足で。あ、雪明かり。見えないな。来るとない。市民さん、行ってますね。加賀さん、よかん。加賀や、同じ名前。加賀さん、どうぞ。いっぱい車が止まってる。わ、加賀や、すごい。すごい満室じゃない。満室だね。加賀やすごい。やっぱり名前もいい。すごいね。やっぱ須原は活気がある、ね。同じ名前で加賀。加賀さんがいたりして、今日忙しいからダメだよって。須原はすごい。あちこちに雪明かりがありますね。ここにも。終わってから往復しても意味ねえじゃん。そりゃ無理だよ。ご視聴ありがとうございました。